どうもこんにちは。はい、どうもこんにちは。ワクワクカルチャーチャンネルです。あ、お久しぶりです。お久しぶりです。1ヶ月ぐらい空いたと思われ、うん、そうですね。はい、うん、まあ、とりあえずクローバー4周年、そうですね、うん、ありがとうございます。はい、来ていただいた皆様、インスタご覧いただいてる人、皆様ありがとうございます。感謝ですね、本当にね、うん、まあ、なかなかね、うん、ハードコアな気持ちではあった ね。いや、前代未聞ですよね、うん、本当に。いや、この前代未聞っていうのが、うん、いや、これ YouTube できなかったのにも多少繋がってくるんだけど、うん、そう、ね、うん、2日目ね、うん、そうなんですよ。2日目ゲームが体調不良で、そう、うん、あの一番痛いタイミングじゃないですか、うん、1年に1回の周年で、そうだね。で、土曜来れなくて、うん、日曜来るっていう人もやっぱりね、そうそう、いたし、うん、あの土曜の夕方からもう、あの急激に体調崩して、うん、本当にあの立ってられなくなっちゃったんだよね。で、早退するっていう、まあ、しょうがない、体調が。だから、あのバイトのリョータがね、そうですね、リョータ2日入ってて、あ、3日入ったのが準備から入ってたから、そう、金土日で入っていただいてて、うん、この日テンパるっていうね。しかも普通よりお客さん来るし、うん、まあ、あのオープン当初からね、こう馴染みのお客さんも来るから、本当に、まあ、いなきゃいけないんだけど、本当はでも、そう思うとやっぱりょうたの臨機対応の能力ってえぐいね。いや、高いよ。あの万能タイプなの、本当に、うん、ね、なんかね、うん、うちのスタッフ今までも、うん、今も一点突破型多いけど、りょうた、ん、は何でもできるの。そう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 、あの各パラメーターがね、非常に高い数字をね、そうだ、平均より上のところでこういうのでしっかり、そうそうそう、うん、そう、いや、助けられたね、りょうた、ん、ありがとうございます。いや、本当にね、この場を借りて感謝ですね、うん、そう、で 俺、うん、俺もその日やばくて、あ、ちょうどね、そうそう、まあ、お知り合いのお店の方のね、うん、先輩のね、うん、バーのね、バーの周年を手伝うっていう、そうですね、っていうので、うん、俺そのまま貫徹できたの。うわ、リチウムでは俺が40時間起きてテンションわけわかんなくなってる、クローバーでは黒山が体調悪いって来れない、 その間に挟まれるリョータっていう最悪いや、もう地獄よ。40時間ぶっ続けで起きてること俺人生でないね、うん、でも意外とね、うん、まだいけるんだなって思った。40時間で、うん、まあ、実際ね、成し遂げてしまったわけだしね、うん、そうね、だって俺その夜お客さんたちとテンション高くなっちゃって飲み行った、うん、その起きてるな、そのままそのまま、うん、考えられない、うん、俺結構睡眠時間短いんだけど、うん、ビビるぐらい寝たよ死んだようにもう、うん、強制スイッチがもう、そう、ペペ、うん、それで体調崩してないのがね、ほんとすごいと思うわ。まあ、花粉症は辛そうだけど、いや、花粉症やばい、あ、うん、いや、そうだよね。いや、でもクヌギ山くんも復活早くてよかったよ。ああ、うん、そうだね、1日完全にダメになったけど、うん、ね、ちょっと落ち着いたら、うん、正直2、3日ダメじゃねえかと思った。ああ、俺もそんな気がした、うんうん、3年ぶりにここまで体調崩したから、うん、まあ、あのリチウムオープンした、うん、結構初期の頃俺胃腸炎になったの覚えて、胃腸炎になったね、あの時レベルの体調の崩し方だったから、うん、あの時はもう死んでたもん、ね、うん、本当に本当に、うん、だからあれ多分3日ぐらいは休んだから、え、今思い返してリチウムオープンした時って、うん、俺偏頭痛がやばくてさ、あ、そうだね、で、クルニヤマ君、あの、うん、タバコやめて離脱症状でずっと眠くて、そうそうそうやばい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 みたいな感じで、うん、俺頭痛いって、最悪だったよね、あの時ね。やっぱ何だろうね、こういう大事な時にそうなる星の元に俺らはいるのか、あるのかもしれない、今回結構もう一生された気がする、うん、うん、いや、ということで、あの皆さん本当にありがとうございました、うん、いや、ありがとうございました。こういう裏では変なトラブルがありました、うん、無事、うん、クローバーも5年目に突入ですね、リチウム6年半、クローバー5年、5年目か、4年、うん、早いね、早いね、あっという間ですわ、うん、本当にね、まあ、今後ともマイペースに上げてきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、今日も持ってきます。はい。はい、今日は、場所はリチウムの方から。はい、まあ、ちょっとリチウム模様替えして初めてだよね。あ、そうですね、うん。うん。カウンターの位置ずれてね。もともとここがカウンターだもんね。あ、そう。この裏のところね。背景が今日は違うの、うん、お気づきでしょうか。そうだけど、うん。だから今ね、カメラ置くのにね、店すごいことになってる、うん。あ、そう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 。うん、ラックに囲われてますね。そうね、今隔離されてる、うん、そうなんですよ、うん、はい、ということで、うん、周年終わりましたが、うん、意外といいヴィンテージ残ったんだよね。そうなんですよ、うん、あのね、気合を入れすぎて、うん、ラックにね、ぶち込みすぎたせいで、うん、正直見られてない商品、うん、結構今回あると思う、うんうん、思いまして、うん、ということで今回はまだ残ってるおすすめのヴィンテージ、うん、そのあとクローバー周年のタイミングでリチウムも入荷してたから、結構いいの入ってたからね、結構いいの入ってたね、うん、なんでね、うん、だから2点ずつか、うん、ですね、今日は、うん、2点ずつおすすめのヴィンテージを、うん、まあ、バックボーンのあるヴィンテージを紹介したいなと思います。じゃあまず、はい、クローバー周年だったんでクローバーの方から、はい、うん、じゃあうちから、うん、はい、出させていただきますね。
はい、じゃあうちからはこちらをご紹介したいと思います、うん、はい、遠目だとちょっと分かりにくいですけど、うん、こちらですね、セルジオ・タッキーニです、はい、セルジオ・タッキーニさ ん、 あれなんだかんだ YouTube で今まで出したことない気がするんだけど、うん、初だと思う。なぜかというと入荷非常に少ないんですよ。少ないね。で、まあ、セルジオ・タッキーニ、まあ、一応軽く説明すると、うん、イタリアですよね、うん、イタリアンブランドですよ、うん、そうそうそう、うん、でこの、はい、ブランド創業者セルジオ・タッキーニの本人の名前がそのまま、うん、あのついたブランドで、うん、テニスウェアを、まあ、中心にね、うん、まあ、テニス、ゴルフ、なんかヨットとかいろいろあるみたいな、まあ、中流のスポーツのイメージだよね。そうそう、セルジオ・タッキーニさん自身もテニスプレーヤーだったということで、うん、まあ、ちょっとテニスライクなね、うん、じゃあなんでここが、うん、まあ、クローバー、クローバー、まあ、リチウムクローバーか、うん、まあ、YouTube では主に UK カルチャーをやってるけど、そうですね、なんでじゃあそこに、はい、関わってくるのかというと、いい質問ですね、うん、あのブラーとかに毒されてる人だったらね、うん、もう分かると思うけど、うん、セルジオ・タッキーニといえば、うん、デーモン・アルバーンじゃないですか。デーモン・アルバーンですね。なぜあのブラーファンこそね、タッキーニを着るべきかって僕が思うのが、オアシスが逆に着てないんですよ。うん、だからそう、でもイタリアンスポーツって、うん、とかフレンチスポーツってどっちかといえばブラーのイメージだよね、うん、お坊ちゃんかみたいな。そうそう、お坊ちゃんか、うん、アディダスって、うん、まあどっちもっていうか、うん、あのシーン全般で支持されてたじゃないですか、うん、タッキーニってあのブラーの印象が強すぎて、うん、強烈な差別化がやっぱできるんで、うん、そういうところで、うん、あの、まあ、俺はねブラーにあの添い遂げるんだっていう兄貴たち、うん、まあ、来日もしますし今年、うん、そうだね、そうそうそう、うん、サマーソニックね、うん、なんでそういう人たちにね、うん、ぜひねタッキーニのねジャケット、うん、おすすめしたいなと思います、うん、いいね、はい、抜群にいいね。でカラーリングがですね、まあブラックかな、あ、ごめんな、指つってるやつ、ごめんなさい、やばいやばい、指もとんないこれやばい、ちょっとこれ指つってる、あ、すいませんすいません、いやもう最悪だねマジ、いや、まあ、治ってないよ体調指つって体調治ってないよカラーリングがダークネイビーブラックかな、あと、うん、まあ、ちょっとごめんちょっと俺ちょっと色弱いからあのダークトーンな、うん、あの上身とあの下、いや持ってるって指つるからすいません、指つるから持ってるよホワイトの切り替えで、あのタッキーに結構時代によってデザイン、うん、あのカラーリング全然違くて、うん、これより古い80年代って、うん、あのいかにもあの80年代ポップで、うんうん、ちょっとまあサイケっぽいの多いんですよ。そうだね、なんかカラーリングも、うん、なんかその頃って、うん、のタッキーニってカジュアル好きだったりするの、パネル割り系のね。そうだね、うん、そうそうそう、うん、あの時代からこれ90年代後半から、うん、まあ、おそらく0年代頭ぐらいだと思われるんですけど、うん、ちょっとソリッドな雰囲気あるね。そうなんです、うん、まあそこの時代にかけてあのデザインが変化していくのって、まあ、タッキーニ以外にも言えるよね、うん、言えるね、うんうん、アディダスアンブロとかもそうだね、うん、デザイン性、パネルの感じ、あとそうそう肩のカッティングとか、うん、サイジングも変わってくね。そうなんですよ、うん、でデモアルバーン着てたの実際あのちょっとシンプルめなんだよね、うん、見てると。そうだ、まあ、それこそ近いんじゃない、そうそう、横ボーダーっぽい、ね、近いよね、うん、そうそう、あんまりこのあの昔のねレトロスポーツっていうよりはちょっとモダンさがあるこのタッキーニ、うん、まあなかなか本当タッキーニ、うん、あの過去にも、1着2着しかうち入ってきてないんで、うん、まあ、この機会に春バッチリなジャケットだと思いますので、うん、ぜひぜひ、はい、おすすめの1着になります。はい、はい、指大丈夫、指は、うん、はい、あの地味にこう話しながら伸ばしてたから大丈夫。じゃあクローマ2着目いきますか。そうですね、2着目こちら、うん、これもちょっとね高ぶるんじゃないですか。これは問答無用でかっこいいね。90年代アンブロ、まあ、この青タグがね、うん、かっこいいですね、うん、のドリルトップですね。はい、ドリルトップ。はい、うん、ドリルトップ、これも動画で出してないかな。動画では出してない。うん、ベースとかインスタでは出してる。そうだね、インスタでは紹介したね。うん、ドリルトップもさまざまな形があるんですが、うん、こちらはあの、まあ、これが多分俺一番代表的だと思うけど、これスタンダードだと思う。この襟のこのリムの。そうね、うん。入荷が非常に少ない。そうだね、これ見つかんないアイテムになってきたね。そうそうそう。うん、だからその平常運転時にね、ちょっとポンと出せるものではやっぱないんですね。うん、さっきブラーファンに向けて、さっきに出しましたけど、うん、ということはですよ、ということはもう、うん、オエイシスでしょ。オエイシスだよ、オエイシスだよ、あのやつよ、懐かしい、久しぶり久しぶりに聞いたよそれ。ちょっとそろそろ求められてるから。なるほどね。あと綾波とかもね、そう、それまあまあこれは綾波のやつ懐かしい。綾波もね、ドリルトップといえばオエイシス、メインロード、メインロード公園のね、うん、あのリアム・ギャラガーの非常に有名ですね、うんうん、まあ、あれもドリルトップなんですよ、形は違いの、うん、そうそう、まあ、これもドリルトップ、うん、でドリルトップのドリルってなんだって、うん、まあ、きっと思う方もいるかもしれない、うん、あの生地を表してますね、うん、
コットンドリルっていう生地を使った、ね、触っていただくと一発で分かると思う、うん、そのジャージ的な素材とのこの違い、うん、どっちかっていうとこれワークウェアっぽい、ね、そうだね、ですよね。そう、太めの糸をこう綾織りしてる、うん、まあ、ドリル生地っていうんですけど、うん、をドリルトップと言います、うん、ということで、このドリルトップの生地、そのこのコットン生地って洗うと風合い出ていいんだよね。そうなんですよ、うん、スポーツウェアで、うん、風合い出せるってあんまなくない、なかなかない、うん、コットン生地ならではだと思う。そうなんですよ、ね、いい意味でね、例えばブラック系だったらいい意味でこう、うん、墨黒っぽくね、いや、セーブしてくよね、うんうん、ネイビー系だったらナスコンっぽくというか、そうなんですよ、うん、ここもね含めてね、うん、ドリルトップってすごい魅力的なアイテムかなと思いますね、うんうん、サイズはこちら、嬉しい、まあ、ドリルトップだったら嬉しい XL、うん、結構ちっちゃいもの多いから、そうそうそう、これ俺の体格でもゆったり着れそうな、うん、そうですね、うん、はい、うん、でカラーリングがね、まあ、ブラックを基調に、まあ、基調というかベースに、うん、イエローのアンブロロゴ、うん、背面にも入って、うん、そうですね、こんな感じで、左袖にはここにパッチがついておりますね、うん、でドリルトップのカラーリングのイメージ、うん、結構ブラック僕は少ないんじゃないかって、うんうん、思っております。なんかやっぱ淡めのネイビーとか、うんうん、ああいうのが多いイメージ。オエシスファンもそうなんですけど、うん、なんかそこ以外の層っていうかシーンでも、うん、アンブロの支持って最近すごく感じるよ ね、まあ、テックシーンとかいうのか、うんうん、そうだよね、なんかそういう、まあ、ギア的なところでもアンブロの支持率高いし、うん、この袖のね、うん、このパッチなんかストーンとか彷彿させる感じあるから、言われてみると、うん、だからそういうギアとして好きな人もね、そうですね、おすすめの一着ですね。はい、じゃあ、うん、ね、ヴィンテージゲージを少しずつ高めていただいたところで、でも高ぶったね、うん、セルジオ・タッキーニとね、うん、アイコン的なアイテムでね、うん、アンブロドリルトップ、うん、ですね、本当にクローバーのお客さん、まあ、リチウムのお客さんの見ると、うん、こうど真ん中で好きなところね。そうだね、うんうん、今日はね、ちょっと直球勝負でいきました、うん、さて続いて、うん、週末ねリチウムをね、うん、結構ね、うん、えぐい入荷がありまして、しっかりヴィンテージだったね。そうなんですよ、うん、ちょっとさらに、ね、このヴィンテージゲージを高めて爆発させていただきたいなと思いますね、うん、いや、じゃあ、はい、こんだけスポーツアイテム、うん、ブリッドポップで着ていただいたから、うんうん、やっぱ春は T シャツに革ジャンの季節じゃないですか。素晴らしい、うん、そういう季節だね。でなったらまず、はい、スペシャル入荷の中から、はい、これ、はい、セブンティーズ、うん、ルイスレザーライトニング、はい、重いな、はい、ドーン、やばいね、映えますねこれはね、た、うん、だこれはね本当、うん、XS レディース合わせの、うん、本当に32とか、あ、ちっちゃそう、34弱、うん、まあ、ショートだけ、はいはい、ただみんなビビることなかれ、うん、レディース合わせは、うん、ビタビタに来たらかっこいい、いや、わかる、わ、うん、かる、そこの意味あるから絶対ね、うん、でこれも本当状態良くて、はいはいはい、シープの質もすごい良くて、青バネのセブンティーズのアビエイトタグ、本当だ、うん、タグも鮮明ですね、う、うん、でちょっと胸のダーツは入ってるんだけど膨らみがほとんどなくて、はい、あ、本当だ、華奢な男性も着やすい、肩は当時もののトライアンフパッチ、あ、ついてんだ、うん、あ、すごい、これ俺なかなか、うん、生で見ることないかもしれない、ね、このね、金糸のね、うん、かっこいいね、でバックシルエットもはいはいはい、ショートだけ、はいはい、いいね、このヨークがやっぱかっこいいですよね、かっこいいね、うん、まあライトニング自体ね球数少ないし、このレディースアワス気になんないんだったら、うん、華奢な人はでもバチバチで確かに、うん、着ていただける一着かなと思う、はい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 、はい、でやっぱりこの辺だと、うんうん、イメージあるのはイギーポップ、あ、うん、イギーポップはレディース合わせのライトニングだから、ね、分かる、ビタビタで、あの写真だね、うん、似合うんだわな、似合うね、危なげな感じ出ると思うんだよ、この、そうだね、あえてレディース合わせ着るって、そうね、うん、あとカールバラーも着てるよね、あ、着てたと思う、うん、結構おっちゃんになってからというかさ、ね、そんな昔じゃないけど、うん、あのセクシーな雰囲気、うん、まあ、生まれ持ったあのイケメンレベルが高いじゃないですか、そうだね、うん、なんかちょっとスリマンテル着方で、ね、そうなんですよ、うん、あれもまたたまんないんですよね、うんうん、もう本当だから革ジャンをビタビタで着たい方、うん、合わせを気にしない、うん、あとは本当にああいうね、はい、まあやっぱ危なげな雰囲気だよね、そうだね、うん、もうヴィンテージで出したい方、そうです、ね、値段がめっちゃお買い得なんだよ、はいはい、あ、マジっすか、マジ、これ結構ビビるぐらいの値段だね、うん、うん、ルイスのライトニングセブンティーズでこの値段なかなかないから、このサイジングでいける方、うん、うん、本当におすすめですね、すごいな、うん、値段結構僕安すぎて、うん、あれ野内くんってこんなにいい人だっけ、そのね、みんな
さん最近の悪い人流れ良くないよ。いい人だねと思って。本当にヴィンテージに対してはいい人。ヴィンテージに対してはね。これ多分今からポッと来ても買えるんじゃないかと思っちゃった。そうよ、うんね。カード切れるよ。そうだよね。すげえ、うん、な。素晴らしいね。いや本当最新があるから。うちのスタッフのヒューガとヨシキはジャストサイズだね。あ、そうなんだ。うん、あじゃあ切れる人結構いる気がするけどね。細身の男性だったら全然いけるんで。うんうん、そうだよね。ちょっと俺着てみていい？もう着てみて。これ着れるかな？着れるじゃん。T シャツだけど。これ裸に着た方がいいのむしろこれは。いやだからイギーポップだったら裸で着て。じゃあ裸に着るよ。裸に着て。イギーポップして。じゃあ。うんあちなみに僕166センチの体重今51ですね、うん、あ、切れる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 あ、イギーポップだしかも金髪だしほらイギーポップだほらいいねこれ、うん、めっちゃサイズ良くない、うん、めっちゃサイズいいイギーポップねしかも前こんな届きますよ僕やっぱ体調悪いでテンションおかしいよそうなんですよで、あの体調あの病み上がりだからねちょうど痩せてるんですよ僕はそうなんですよでもこれ俺もそれと思ったんだよねあ、そうなんだ、うん178の178の、うん、あの60キロないぐらいあ、うん、長身の人でも、うん、いやまあ竹、ね、トランクスみたいになってるあまあまあ、うん、でもあえてねその着方もかっこいいから、ね、うん、うん、いい革ジャンだおすすめですはいおすすめですね、うん、はいじゃあ、うん、僕はライトニングを着たまま進めていこうかなと思います、うん、ヴィンテージゲージ上がってるねいや上がってる上がってる上がってるかなり今やばい、うん、やばいやばいもうあのゲロ吐きそうだからそれはどうだ体調不良治ってないだけだそっかそう最初にねこんな素晴らしいアイテム出したんで、うん、ちょっと次大丈夫かなって心配もありますけど、うん、いやまあ全然いける余裕余裕いいねいいねもうヴィンテージゲージ余裕あ余裕余裕そっか、うん、次のアイテムちなみに何ですか、はい、ルイス・レザーですうわーまた、うん、重い重い重いやっぱり、うん、はい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 、はいはい、ルイス・レザーまあ、うん、黒文字赤羽のアビエイトついてるけど胸パッチついて70、うん、もう70入ってるかなはいはいはいの真っ赤なファントムくっそかっこいいね、うん、ファントムもちょっと久しぶりかな久しぶりだねそうだよね、うん、で赤は初めてだと思うあ、うん、すごい、うん、祝だね祝ですおめでとうございます、うん、はいでちょっと、うん、真っ赤っかな革ジャンって気づいたじゃん俺も今日赤ジャン着てるけど、はいはいはい、これも真っ赤っかじゃない朱色っぽいかな色っぽいこれ、ね、だから真っ赤な革ジャンってちょっと敬遠する人いるけど、うん、この大敗的な赤あいいよね、うん、着やすいんだね、うん、こんぐらいがねあとこうシングルだけど、うん、このファントムってパッドタイプだからあです、ね、パッドで着づらい人いるんだけど、はいはい、もうパッド潰れちゃってるから本当だ、うん、これね、うん、結構ねありがたいんだよ実際ね待ち着として着るにはね肌全然張ってない感じねうん、うん、でも、はいはいはい、全くパッド感なくうん、まあ、このね、うん、グリーンの構図とファントムのイメージとかだと、うんあのこれ女の子もいけるサイズだから確かに、うん、全然いけちゃうねあのランナビーズのジョンジェットとか細身のパンツでねうーんヒールとかで赤ジャン履いてる女の子いたらグッとくるよ、ね、やばいめちゃめちゃかっこいいねうんあとはやっぱ、うん、赤ジャンといえばジョニー・サンダースか、まあ、やっぱ主人公は赤でしょそうだね、うん、これにレオパードの、ね、インナーなんか着てね、うんうん、かっこいいね着とってほしいですよね、うん、はビタッと着てねうんあとはあれでしょ、うん、おっちゃんになってからデーモンデーモンじゃねえやコクソン氏だグレアム・コクソンだそうグレアム・コクソンねそうそうそうグレアム・コクソンバイク乗るからなのうん多分そうあのバチバチにファントム着てんのよね、うん、トライアンフの T シャツ着たりしてね、うん、普通にいつも通りメガネをかけて、うん、ボサボサのちょっとショートヘアでね着ててね、うん、あとなんか他のパッドタイプとかもグレアムは多分着てるんでしょああ着てる着てる、うん、なんかネイビーのねちょっとどこのかは分かんなかったけど、うんまあ、なんか大人っぽく着てもいいのかなっていうふうにも思うよね、うん、そうなると ね全然バチッと着てもいいし、うん、ああいう感じのラフな感じでねそうだねうん気取らず真っ赤なライダース着てもそうですねかっこよさそうなちょっとねブラみたいなカジュアルなファッションにもこう馴染んだりするっていう、うん、ちょっと意外性があってそうだ ね、ま、ねいいと思うんだよね、うん、これそして革はこう大敗的なんだけど、うん、ジッパーはフルで生きてるからあそうなんだ、うん、そこありがたいねうんジッパーテープのね体色も非常にいいよ、うん、これね、うんうん、いいやれ感のあるそうですねファントムはい、うん、おすすめですおすすめだね俺ねはいはい、うん、俺もね今裸に革ジャンになってしまういやーそう来なくっちゃもう T シャツに革ジャンじゃないよテンションおかしい黒目山龍二に引っ張られちまった、うん、いやこの着方一番かっこいいねやっぱいや普通に職質あかんこれ普通に職質ダメか、うん、そっかそっかでもねこうやってお客さんねちょっと街歩いてほしいなと思っちゃったわなんか、うん、もうここまでやってねイベントことだったらいいよ確かに平常時はねでもこれ俺ほんとほんとこれジャストサイズバッチリだね、うん、ほんとだ袖丈も着丈も、うん、その身長でね、うん、細身でね着れて、うん
めっちゃいい。めちゃめちゃいいです。なんか着てて楽そう。ファントムにしては。楽っていうか。肩周りの張りがないから。そうだよね。まあ T シャツ入れても大丈夫。大丈夫ですね。いやいい革ジャン本当に2着、なかなかない光景だと思いますね。そうだね。ね、ということで。はい。ワクワクジャンケンは、クローバー周年だったし、クルニャム君か。あ、じゃあ僕がやりましょうか。指つっちゃダメだよ。あ、だいぶ治った。そうよ、みんなも気をつけて、ね、急につるから指って。バキッくるから、ね、そうそうそう。じゃあ、まあ、次いつになるかちょっとまだ未定ですけど、まあまあ、そのうちまた、はい、お会いしましょうということで。はい、じゃあいきます。はい。ワクワクジャンケン、ジャンケンぽい。はい。パーです。また、はい、じゃあまた。